もういいけどね、金まで責任持ってね、見極めてから付き合ってくれって言うたんだ。いや、みさおばあさんのためにお金借りたんだって。あの、そう、あそこをやるからね、あげるからね、もうそういうのは、これはもう、これからないんだよって。その後ね、いっぱいの人なんか嘘ついちゃダメだって。